ッツピックの皆さんも藤田さんも一列に並んでいただいてよろしいでしょうか。お願いします。では改めて紹介いたします。もう一人のキットカット日本発売45周年記念セレブレーションパートナーは藤田ニコルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、藤田さん、はい、今のお気持ちは。いや、すごい嬉しいですね。本当に昔からキットカットが大好きだったので、本当にこのセレブレーションこの選ばれたのも嬉しいですし、本当にブラックピンクさんと一緒にこのイベントに立ててるのもすごい嬉しいなって思います。本当に勢揃いという感じですよ ね。今日はなんか女子って感じでいいですねテンション上がりますか。テンション上がります。嬉しいですね。ブラックピンクの皆さんもニコニコしてくださってますが、さあニコルさんはキャンペーンのテーマソングであるフォーエバーギャングは普段から聴いてるんですよね。そうなんですよ。普段本当にメイクする時だったりとか、お風呂入ってる時とか、いつもフォーエバーヤングを聴いてお仕事頑張ろうって思って、はい、聴いてます。よく本当にかっこいいし、やっぱダンスがすごいのですごいなって思います。もうあらゆる時に聴いてるわけですね、はい、ニコルさんは。そうなんですね、うん、ではここでそのキャンペーンのテーマソングフォーエバーヤングのダンス見てみたいと思いますので、うん、じゃあまた映像が見やすいようにお二方、2組分かれていただいてよろしいでしょうか。お願いします。さあそれではキャンペーンのテーマソングフォーエバーヤングのダンスを見てみましょう。どうぞ。素敵な映像に拍手。やっぱり4人のかっこいいダンスに魅了されちゃいます ね。かっこいいですね、やっぱり。ですよね、うん、真似してみたいですもん、やっぱり。真似してみたい、うん、真似してみたい。ニコルさん、その言葉いただきました。本当ですか。よかったら今日ダンスやってみませんか。ちょっと私ダンスめちゃくちゃ苦手なんですけど、私でもできますかね。できますかね。一緒にしましょう。やった。ちょっと教えてもらいたいです。かしこまりました、うん、それではブラックピンクの皆さん、ぜひこのフォーエバーヤングのサビのダンスをニコルさんに教えていただけます か。はい、それではお願いします。ポイントをぜひ。ちょっともう一回やっときますか。ちょっとできる気がしないんですけど。そうですね、もう一回練習しましょう。じゃあブラックピンクの皆さんともう一回教えてあげてください。ポイントは。すいません、すいません。わかりました、頑張ってみます。おニコルさん自信ありそうですね、はい、はい、でもちょっとリズム早くなりますよねきっとちょっと楽しんでやりたいと思います。はい、さあそれでは皆さん程よい位置に立っていただけますか。動いていただきたいと思います。ダンスをするのでよろしいでしょうか。ダンスをする位置に立ってください。最初の立ち位置で結構です。はい、ではマイクをお預かりしますので、ブラックピンクの皆さんとニコルさん一緒に曲に合わせて踊っていただきます。今日だけの特別ダンス1回のみとなります。ご視聴の皆さん楽しんでください。そしてプレスの皆様、撮影のご準備をお願いいたします。皆さん OK ですか。 OK、 それでは踊っていただきましょう。ブラックピンクと藤田ニコルでフォーエバーヤングです。
手お願いいたします。かわいいですね。ちょっと緊張します、この場だと。ちょっとカメラの数が多すぎて。すごいフラッシュでしたもん ね。ちょっとでもいい経験になりました。いや、貴重なダンスをありがとうございました。ブラックピンクの皆さん、ニコルさん、ありがとうございます。ブラックピンクの皆さんはいかがでしたか？リサさん、楽しかったです。楽しかったです ね。ニコルさん、上手でした。優しい、ね、優しいです。上手と言われましたが、ニコルさんいかがですか？いや、本当にやっぱライブもこの前見に行ったんですけど、やっぱすごいかっこいい、改めてかっこいいなって思いました。はい、ね、うん、それを今一緒に踊ることができたというのは、なんかすごい場所ですよね、うん、かなり特別ですよね、うん、本当一生の思い出にします。はい、きっと見てくださっている方も喜んでくださったと思います。本日限りのダンスありがとうございました。さあ、ではここからはキャンペーンについて皆さんにお話を伺います。ブラックピンクの皆さん、改めてお聞きしますが、今回ニコルさんと一緒にキャンペーンを盛り上げることになった今のお気持ちをお聞かせください。ジェニーさん。저희도예전부터너무팬이었고봐왔는데이렇게함께키키콜라보레이션할수있어서너무좋았고기쁘고너무기대되는작업인것같아요。はい、そうですね。以前からファンでして、とてもこのような場で一緒にすることができてとても嬉しく思っていますし、これからもたくさん期待していますし、応援していきたいと思っています。ニコルさん、ファンだと、うん、いやこっちのセリフですよ。すごい嬉しいです。本当に私も盛り上げていきたいと思います。はい、うん、もう皆さんでぜひ盛り上げていただきたいと思いますが、本日第2弾のセレブレーションパートナーとして藤田ニコルさんの発表となりましたが、